OK かもしれないです。はい、それでは改めましてご紹介させていただきます。はい、ウメキングです。よろしくお願いします。はい、まず声でってことで、私、インストゥルメントラックが大好きなんで、あーっていうのを録音します。ちょっとテンポは100くらいにしておきますね。ではちょっとこれを録音します。はーはー、録音されました。でこっからこの大好きなこれをインストゥルメントラックを立ち上げてここに読み込みます。でこれをここの弾けるようにしてキュッとね、はい、なりました。でこれだと弾くと結構なんか声声しい感じがするんで、ちょっと中間部分まで持っていきます。そうするとちょっと途端にピッピッピッみたいな、そうで、これをここのリリース長めにしたりしつつ、ループにするとだいぶなんかっていう、なんかこういう感じになるんですけど、そう今日はねちょっとどこまで声でできるのかなみたいな、普段やらないじゃないですか声で曲作るとかって。だからちょっと実験的な、自分でどこまでいけるのかなみたいな感じでやってみました。はい、でちょっとじゃあこれを録音していきます。この悲しい感じで、悲しいトーンでやっていきます。じゃあ録音します。これでちょっとだいぶいいコードがついていると思います。そしたら早速20分ですよね。でこれをコピーします。で今からするのはちょっとボコーダーでワウワウワウみたいな、このコードを使って、なんて言うんだろうな、そうコードのある感じのコーラスっぽい感じの声をつけていきたいので、まずじゃあこっちにやって、このさっきコピーした方をセンドオンリーにします。でこの歌が入る方にはボコーダーをポンって入れるんですけど、そしたらこういうシャワシャワしたレキーマンみたいな声になるので、でそしたらこっからエクスターナルっていうのを選択します。すると声がね、今これ止まる、そう。そしたらここに、オーディオフロムっていうのがあるんで、このさっきねコピーしたの3番、ちょっとタイトルがついてないんでややこしいんですけど3番ですね、3番にオンにすると、でここを再生しますね。ちょっとわかりやすく、こうなるんですよ、こうなるんですでこれをなんか音程とか別に歌わなくていいんですけど、このワウワウワウっていうのを言っていくと、このさっきのコードが声に乗るんで、ちょっとそれを録音します。ワウワウワウを今度は録音します。ちょっとね、アクセント、これは本当に遊びみたいな感じで入れ
てみました。でこっちだけちょっと音程を変えてみます。かぶっちゃうのでちょっと高くするかな。うんうんうん、はい、こんな感じでいいと思います。そしたら次に、オーディオトラックを、あ、オーディオトラックを出して、新しい音を入れていきたいと思います。今度はちょっと、なんだろうな、リズム感があるボーカルみたいな声のトラックを入れていきたいので、このまま、また、なんか、これに合わせてちょっと歌うんですけど、いい感じに聞こえるように一回ちょっとリバーブをオンにしておきます。じゃあちょっとこれに合わせて歌ってみます。こういうね、これができました。そしたらちょっとサクッと作っていくんで、コピーしてちょっと音程を変えます。高くしてプラス5ぐらいに、このトランスポーズを5ぐらいにするのが好きです。はい、でここのコンプレックスプロ、これ本当に私が大好き、この工程が大好きで、じゃあ流してみます。いいっすね、すごい好きなんですね。じゃあちょっと一回グループにします。でここに、うん、何がいいかなと思って、バッファーシャフラーっていうねやつがあるんで、ちょっとこれを入れてみます。でこれ、まあ知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、これ再生するとここが一番最初、このねこういう波形の最初があって、ここがラストみたいな、でそれをスライスしていっぱいこう再生してくれるっていう代物です。じゃあこれを16分な感じの細かいものにして再生します。はい、こんな感じになります。でここちょっといじったりしつつ、でここバッテンにしたりするとなんかちょいい感じに飛んでくれるんですけど、音が、そしたらちょっとゲートとかね、また調節、ちょっと不思議な世界観ができてきましたね。じゃあ今度はボイスパーカッションとか私できないんですけど、ハイハットならできるなっていうところでハイハットを入れていきたいと思います。まあちょっと想像している方もいると思うんですけど、ツッってやつですね、ツッってやつだったらみんなちょっとできると思うんで、じゃあちょっとこれでもハイハットの音をいろんな音にしたいなと思ったんで、ちょっとそれもまた、インストゥルメントラックに頼っちゃいます。ということで先にちょっとツっていうのを入れます。ツ、はい、もうこの秒で録音ができました。でこれ使っちゃいます。本当にこのなんだろうな、3分クッキング的な感じじゃないですけど、そうするとはい、つ、うん、ちょっと 音程がね入っちゃってるけど、まあいいとして、でこういう感じのチキチキができます。でちょっと入れてみますか。はい、じゃあやってみます。はい、ちょっと元のね、ツが入ってるんですけど、これだっけ、これだ。
じゃあちょっとこれ消しておきます。で、クオンタイズ、そうするとそしたらなんかちょっとドゥーンっていう音が欲しくなるんで、で私は家で考えたんですよ、これをどうするかって。で口でなんかキック的なポジションのものをやろうと思ったんですけど、あんまりなんかこうなんかあんまりよくできなくて、ということでこれ本当はやっちゃいけないと思うんですけど、なんかマイクをねこうこうやってやるといい音がするなっていうことに気づいたんで、声じゃないんですけど入れちゃいます。本当にねいい音が乗る。普段の作曲だったら全然こういうことをやんなくても全然できるんですけど、ちょっとねこの限られた中でどこまでできるかっていうね。はい、ということでエフェクトを入れます。ここになんだっけ、インストラオーディオドラムベース、これ入れます。あ、オーディオ、はい、ちょっと小さくしとくか。でこのブーンってやつを上げていくんですけど、いいってなって、そうこれやっちゃおうって思ったんでやっちゃいますね。じゃあちょっと一回調節しながら、ちょっとねでかすぎる時があるんで、じゃあ入れます。こんなもんですかね。ちょっと揃えていきますね。そしたらなんかそろそろリズムが欲しいなってなったんです。でちょっとリズムのトラックを一応用意しちゃいます、先に。でこの後にメロをつけていきたいと思います。で最初これあるじゃないですか。これをまたちょっとどんどんこれ使っちゃうんですけど、ここにそうだな、どうしようかな、オーディオエフェクトラックとかから何かを入れちゃおうかなってとこで、ブライこうなんかいいかな、弾いてみます。あ、好きな感じですね。ちょっとじゃあこれを後で入れます。じゃあちょっとそうだな、コーラス入れます。これ多分みんなができるかっていうとできないですよね、歌う必要があるんで。けどちょっと楽しむってことで、じゃあ入れます。で、ここにちょっと色変えておきます。アンプ入れちゃいます。これは私がよく気分を上げるためにやってるんですけど、オクターブ下のトラックを用意したいということで12個下げます。はい。
OK、そしたら流します。じゃあちょっとビート入れてみます。こういう感じになってきました。で、なんかそうビートや声じゃないんだって感じなんですけど、もうね気分が上がっちゃって私はビート入れちゃいました。でもざっくりここのなんていうんだろうな、青写真っていうんですかね、なんかそこの表層の部分は多分このデモでいい感じにできたなって。あとこの低いドゥーンドゥーンってやつ、ここも変えたりできるしね。じゃあちょっとメロ入れます。感じになったと思います。もっとこれ時間かけたらなんかこうなんていうの、これよりも全然ね、いい分厚い感じになると思うし、あとなんだろうな、声ってなんかその人のものじゃないですか。でなんか何かをサンプリングするのもまあ同じだけど、でもなんか自分の声だからなんか自分のものだけみたいな感じもできるし、あとすっごい限られた作業の中で何アイテムとか音源の中で何かひねり出してやろうとするといつものなんか癖を脱するっていうか、私もいつも作らないような曲ができたりしたんで、まあ、ちょっと思考が煮詰まった時に逆に狭めて作るみたいな時にはちょっとこのやり方もいいかなって思いました。あとこれ以外にも多分いろんなエフェクト使ったりとか、なんかコードのね、まあ、プラグインとか何でもいいけど、そういうのに入れることによってもっと広がると思うんで、やってみてくださいってことで終わります。